ターちゃん、今日も学校楽しかったね。そう、よかったね。マイメロ、学校好きなんだ。うん、だって勉強楽しいもん。え、楽しいか？そうだ、見て見て、ウタちゃんが作ってくれたの。かわいい、ミニチュアみたい。でしょでしょ。ほな、うちここで。え、ここ？マナはね、ここで小学生のコーチしてるんだよ。コーチ？ここは格闘技を教えてくれるところなの。格闘技って何？こう強さを競い合うスポーツというか。あ、ほら、あれよあれ。見学してくか。また今度ね。ねえ、ウタちゃん、んマイメロ見てみたいな、格闘技。よし、それじゃ中段聖剣好き始め。1 2 2 3 3 4 4 5 5 6。マイメロ、もう帰ろうよ。格闘技上手になったらマナちゃん仲良くしてくれるかな。お、あれ、コト？なんでコトが。キカゲー、キカゲー、キカゲー、あんたの野郎、キカゲー、キカゲー、声出してくる。声出してるか。あ、塩田会長。大会まで、あとわずか。気を引き締めて練習に励めよう。以上。ん？君たちは？はい、マナのクラスメートです。これあげよう。いえ、ちょっと遠慮はいらない。別に。まあ、よし、みんな練習続行。はっ。キュウユウ、どうする、これ。もうすぐだよ、頑張って。太田くん、気合入ってるね。うん、こりゃいい線いくかもね。だって、太田のライバルは。あ？やめてよ、返してよ。やめてよ、返して。こら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 。なんだお前。うん、生意気なんだよ。おい、太田。太田、お前か、塩田ジムの太田亮ってのは。ああ、俺はマッスルジムのヤマト。聞いたことぐらいあるだろ。ヤマト、小学生チャンピオンの。ああ、お前も結構やるらしいじゃん。で、なんか文句あんのか。別に。なんかしらけちゃったぜ。ほら。待て、ヤマト。今度の大会でお前に勝つ。せいぜい頑張りな。負けたくない。ヤマト君のパンチって鋼の拳とか言われてて、すっごいらしいね。キヨイユー、
るぞ、やる気合いや気合いや受けるぞ。うるさいな、これなかなか止まらないし。行ってきます。あれ、ほら、マイメロン急いで。コトちゃん待って。あれれ、行ってきます。まーし。ねえお父さん、どうしちゃったの、コトとマイメロ。なんか格闘技の朝練なんだって。あ、そっか。でもさ、なんでお父さんまで早起きしてんの。ああ、これね。キャイヤー、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 もう、なんなんだよこれは。噛んだこれ。時計なんか食べないで朝ごはん食べようよ。そんな時計、ホットケイ。なんちて。なに。いたー、お前またダジャレ言ったな。神様、日頃の教育の成果が出てきました。もうやめよう。はっ、腕立てをすると上腕三頭筋、大胸筋、三角筋なんかが鍛えられるんだって。あ、そう。でもきつい。はい、ラスト20。よいしょ。3回。それ何の運動だよ。ナイスファイトだね、マイメロ。下半身を作るには足腰の鍛錬による筋力増強が必要なんだって。あ、そうですか。いいぞ、進め。うわぁ、マイメロ、ガンバガンバ。敵の攻撃を迅速に予測し、次に取るべき行動をいち早く筋肉に伝達する。よし、始めてくれ。よし、いくよ。それ。はっ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 。おお、やる。パパだ、待って。パパ、パパだ、パパ、パパに追いかけられてるよ。いいぞな。どう、テンション低い。そりゃ今までの流れから言えば仕方ないぞな。はん、見てろ、今度こそマイメロに吠え面書かせてやる。ふんぞな。そうだ、ねえ、吠え面って何。クロミ様知らないで言ってるぞなか。お前知ってんのかよ。今年も暑かったぞなね。それは青空。まあこの、よっしゃよっしゃぞな。それはハゲ面。ザラ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 。トイ、苦しい、ダジャレになってない。デギギギやっぱマナさんすげえな。素敵マナちゃん、かっこいい。名前メロ、調子狂うから黙っといて。マナちゃん、マイメロもやってみたいな。何を。マイメロも太田くんたちと一緒に練習して少しは強くなったんだよ。
マイメロのパンチ受けてみる？パンチ？ほな、やってみ。む。特訓で編み出した必殺パンチ。の？必殺飛び出すフラットくんパンチ！お前も大変やな。はい。で、どうなの？うん、いい感じに仕上がってるよ。ね。うん。ふたちゃんも応援に来てね。うん、行ってみようかな。来てよ来てよ、太田絶対勝つからさ。絶対。え？どっかで会ったことあるよな。確かあんまりいい思い出じゃなかったよな。格闘家は細かいことにこだわんないな。あたいが気前よくあんたの夢叶えてあげようって言ってんだからさ。はあ、いいよ別に、自分でできるから。だってあんた勝ちたいんだろ。うん。だったら。いや、やっぱり自分の力で勝たねえと意味ねえし。えらいぞな、あんた格闘家の鏡ぞだ。で、どっちの味方なのよ。じゃあ、じゃな。ふん、ちょ勝手にすれば。後で吠え面書くんじゃないよ。吠え面？よし、今日はスパーリングや。みんな本番のつもりでやるんやで。おっ。太田、頑張ってね。リラックスリラックス。頑張れ。試合開始。俺のライバルはヤマトだけだ。ジムのメンバーなんかに負けてらんないぜ。太田くん、いけるんじゃない？小学生同士のスパーリングや。マウント取ったら一本ってとこやな。太田。ゾネゾネ似合うゾネだ。これが吠え面ってやつ？え？うん、なんでもない。こっちの話。この前の話なんだけど、気が変わったんだ。俺。鋼のパンチが欲しい。そこや、突っ込め。太田くん、どこ行ったのかな。行け。というわけで、いよいよ小学生格闘技祭の日がやってきました。結局来ちゃったね。それで太田くん勝てそうなの？夢の扉！赤コーナー、塩田ジム所属、太田亮君4年生。マッスルジム所属、ヤマト剛君6年生。ヤマト、やっちまえ。秒速だ。太田しっかり。うわあ。俺のパンチが全く当たらない。なぜだ。のオタくんじゃないよ。
なんだ腕伸びたよね。マイメロ大変、今頃気づいたのかい、クロミちゃんお前らか。クロミちゃんダメよ、目なんだから。うっさい、クロミノートナンバー6031。どうどう、つけまつげであたいの可愛さ3割増し。あれクロミちゃん、お顔に何かついてるよ。ん、はい、取れた、こんなのついてたよ。ガー、せっかく3時間もかけてくっつけたつけまつげを、今日こそあんたにほえづら書かせてやっからね。え、ほえづらってなーに。これからお前の顔がそうなるんだよ。太田いい加減にせんか。お前何か。会長、危険です。心配無用だ、マナ君。私がアマゾンで戦った巨大ワニより強いなどということは。強い！太田、正々堂々と戦うんじゃなかったの？ぬい、余計なこと言うな！俺、ヤード！ち、正気に戻ったかい。なおの、なんだよ、こんな途中でやめるのかよ。俺たちは気が収まらねえぞ。なんだあれ、グラブだぞ。あれはグラブのお化けだ。正体現したな。まだまだ、本当の姿を見せてやる。はい、はっかねえ。俺の負けだろ。違う。え？さっきのは違うんだ。あれは俺の力じゃないんだ。ごめん。太田。もしかしてあの黒いやつの魔法？よくわかんないけど、謝るのは俺の方だ。6年生にもなって弱い者いじめなんて最低だ。ごめん。お前が年上の俺に勝つために。あんなに練習してる姿を見て、自分がすげえ小さく見えた。なあ、今度やるときは本当に正々堂々と戦おうぜ。望むところだ。じゃあ明日から特訓し直しだね、太田。うん。よかった。うん。
おい、ちょっと待ちな。ええ加減にせえ。ほらその顔、その顔ぞね。うるさい。ん？